香港民族党は、香港において、香港独立を主張する政党である。香港において、初めて独立を主張した政党である。成立したのは2016年3月28日。香港民族党の召集人は、陳広支典、発言者は、総長前である。香港民族党は、香港が、中華人民共和国から独立し、主権国家となることを目指している。 香港民族党は1841年に香港がイギリスの植民地になった後、中国大陸とは違う歴史を歩み、香港は社会、経済、政治、文化に独自性を持ち無意識の中で客観的に一つの民族と見なせる状態になった。1997年に香港返還が中華人民共和国になされた後、香港は中華人民共和国から圧迫を受け、 これは、香港人にとっては、外来者の侵入であった。その中で、香港民族主義が生まれ、さらにこれを発展させるものとする。香港民族党は、民族を自ら強くし、香港独立を成し遂げることを目標として、独立を成し遂げ、自由主義の香港共和国を建国する。香港人の利益を守り、最優先にする。香港民族主義。 香港民族意識を守り、香港人の定義を確立する。議会以外の民主闘争に賛成する。香港基本法を廃止し、香港憲法を香港人の手によって策定する。香港独立派の勢力並びに、経済、文化、教育、各方面の香港本土化運動の政治勢力団体を支持し、自主的勢力の基礎を高める。香港民族党の設立に対し、 中国メディアは、血迷った、恥知らず、政治の愚か者と非難した。チンヒロは、独立国家になるか、それとも、中国の一都市になるか。選択肢は二つしかない。我々は、中国人ではなく、香港人だ。法の支配を尊重し、関東語を話す世界でも唯一の存在だ。こうした認識が広がれば、自動的に香港は独立へと向かうだろうと語った。 また、2016年の議会選挙で、香港民族党の主張は、香港基本法に反するとして、出馬が認められなかった。その後、6月30日に、香港観楽20周年追悼集会を行う。台湾独立の父と言われる文明やモンゴル、自由連盟党と連携するため日本を訪れるなど、他の独立勢力との交流を行う。アメリカに、 香港関連法の廃止を求めるなどの活動を行っている。2018年8月14日に外国特派員協会で代表の陳ンヒロの講演会を中止するよう圧力があり招待者のビザが取り消された。その圧力の中でも陳ンヒロの講演会は行われ中華民族は絶造である中国により香港は植民地支配を受けている。 国際社会は中国を制裁せよなどと訴えた。2019年6月30日には、大阪での G20 大阪サミットに合わせ、抗議活動と日本での講演のために、陳弘ヒロ支店が来日した。2019年8月には日本に出国しようとした、陳弘ヒロ支店が、香港国際空港で拘束された。この容疑は警察への暴行と違法集会であったが、 マスクで顔が覆われており、新広支店であるかどうかが特定できず2020年10月に無罪判決となった。2018年7月17日、香港独立の主張は香港基本法に反するとして、香港保安局の李野家長局長は17日香港民族党の活動を禁止するという警察からの要請を検討していると発表。李局長は記者団に対し、 香港には結社の自由があるとはいえ、その権利は無制限というわけではないと語った。7月22日には、それは反対するデモが発生した。香港外国特派員協会での香港民族党の講演に、林定月が行政長官と中国政府が圧力をかけたことも明らかになった。香港外国特派員協会のインタビューにおいて、 招集人の陳弘支店は、独立こそが民主主義を実現する唯一の道、どんな困難に遭遇しても私は立場を変えないと強調している。また、香港という国は中国によって、たちまち併合され破壊されようとしているとも指摘している。そして講演会前の期間に見知らぬ集団に尾行され、家族の自宅のドアを立たれるなど、監視が強まっていると訴えた。 2018年9月24日、同党は香港政府から活動禁止命令を言い渡された。これに伴う形で、香港治安当局は警察の要請を指示し、治安及び住民の安全への脅威があれば、団体活動を禁止できると規定した条例に基づき、香港民族党の活動を禁止すると発表している。一方で、 香港保安局長は政府ホームページにて香港民族党による今後一切の活動を禁止するよう命じると表明している。ありがとうございます。